みかじめ料として5000万用意しな。鉄と名乗るその男は得意げな顔でそう言った。初対面の俺にいきなりとんでもない金額を請求してくる。お前が店を建てる前にうちに挨拶してたら500万で済んだんだぜ。そんな、礼儀知らずのお前に対する罰金みたいなもんよ。鉄はこれ以上ないくらいのドヤ顔で言った。むちゃくちゃな理屈に俺は呆れてしまう。悪いことは言わないから、そんなことをするのはやめた方がいい。はあ？てめえ、喧嘩売ってんのか？鉄は怒鳴りながら、店のテーブルを蹴りつけた。俺は思わず鉄を睨みつけるが、全く気にしていない様子。話が通じる相手ではないことは明らかだった。しかし、俺は取り乱すことはない。みかじめ料に関しても、この鉄という男自体に関しても、対抗策はあった。強気な態度で俺に凄んでくる鉄が震え上がるのは数十分後の話である。俺は鵜飼翔太。俺の父鵜飼誠志郎は仕事が忙しい人間で家を空けることが多かった。子供の頃は母と過ごした時間の方が圧倒的に長かったのを覚えている。父とも遊びたかった俺は寂しい気持ちはあったが、嫌いになったりはしなかった。一週間に一度ぐらいのペースで帰宅してくる父は、いつだって手土産を持参している。おかえり、父ちゃん。翔太、いい子にしてたか？父が帰ってきた時の第一声はいつもこれだった。俺は大きくうなずき、父はそれを見て優しく微笑む。そして俺の視線は、父の顔からその右手へと移り変わる。その手に持たれているのは俺の大好物だ。今回もちゃんと買ってきたから安心しろ。やった、お寿司お寿司。父が帰宅した時、お土産として必ず持参していたのがお寿司だった。昔から父の一番の好物は寿司である。そんな父に影響されて、俺も同じように寿司が大好きになった。ちなみに父の一番好きなネタはカンパチ、俺はサーモンだ。父ちゃんは何の仕事をしているの？寿司を頬張りながら幼い俺は父に聞いた。父は少しだけ真剣な表情になって考えたかと思うと、すぐに柔らかい表情に変わる。秘密なんだ。なんで？教えてよ。いつかタイミングが来たら話そうと思う。いつだって俺が仕事に関しての質問をするとこんな感じではぐらかされてしまう。同じように母に聞いてみても答えてくれることはなかった。もちろん不満はあったが、それでも父が好きなことに変わりはない。寿司を食べるタイミングは他にもたくさんあった。家族の誕生日など特別な日には必ず近所にある寿司屋でお祝いをするのが恒例行事。お土産で買ってきてくれる持ち帰りの寿司も美味しかったが、ここのお寿司は特に絶品である。目の前で手際よく握ってくれる職人さんの技術に俺は惚れ惚れした。このように俺が印象に残っている子供の頃の記憶は寿司に関することが多かったりする。単純に好きな食べ物というだけでなく、特別な存在と言ってもいい。この話を他人にすると大体が大げさと言われるのだが、俺は本気でそう思っていた。そんな俺に人生の転機が訪れたのは高校生の時のことだ。ある日、父が入院することになった。父はもともと病弱だったらしく、相当無理をしていたらしい。息子である俺の前では弱っている姿を見せたことなどないから、それを聞いてもピンとこなかった。しかし無理を続ければいつかは限界が来るのは当然のこと。父は帰宅する途中で倒れ、救急車で運ばれた。連絡を受け病院に駆けつけた俺が見たのは、信じられないほど弱気になった父の姿である。
翔太、心配かけてすまなかったな。そんなこと気にしなくていいから大丈夫だよ。迷惑をかけて本当に申し訳ない。俺がどれだけ言っても父は落ち込んでいた。気を使っているわけではなく、迷惑だなんてこれっぽっちも思っていない。多分それは父にだって分かっているはずだ。倒れてしまったことに対しての不甲斐なさを悔やんでいるに違いない。昔からいつだって他人のせいにはせずに自分に原因を求める人間だった。そこまで自分に厳しくしなくてもいいのにとは思っていたが、そんな父の性格を尊敬していたことも事実である。人様に迷惑をかけてはいけないと父は口癖のように言っていた。そんな父は入院してしまったことによりひどく落ち込むことになる。そのせいで食欲がなくなってしまい、病院で出される食事すらほとんど残すようになってしまった。みるみる痩せていく父を見るのははっきり言ってつらい。お見舞いに行くたびに小さくなっていく父は、感謝の言葉よりも謝罪の言葉の方が多かった。迷惑をかけて本当にすまない。父さん、気にするなって言ってるだろ。そんなことよりちゃんと食べなきゃダメだよ。分かってるんだが、どうにも食欲が出なくてな。病院食は口に合わない？いや、そんなことはない。俺自身の問題だ。父は完全に悪循環に陥っているように見えた。お見舞いから帰宅した俺は、どうにか父が元気を取り戻す方法はないかと考える。一晩中考えて浮かんだ案は一つ。それは寿司だった。父の大好物である寿司ならば食べてくれるのでは。今思えば安易な考えだったかもしれないが、俺はその可能性にかけた。スーパーに向かって魚売り場へ向かい、刺身を購入。シャリの作り方をネットで調べて、見よう見まねで寿司を作ってみた。しかし完成した手作りの寿司はどれも悲惨な出来栄え。これを父に食べさせるなんてことはとても無理な代物だった。父を元気づけるためにした寿司作りは自分が落ち込むという本末転倒な結果に終わる。せめて話のネタにして笑ってもらえるといいなと思い、俺はお見舞いの時に父に話した。一通り話を聞いた父は嬉しそうに笑う。あれだけたくさん食べてきても実際に作るとなると別の話だからな。写真を撮ればよかったよ。ひどすぎて笑っちゃう出来栄えだったから。父は少しの間は笑っていたが、すぐに真剣な表情に戻る。そしてぽつりと独り言のようにつぶやいた。翔太が握ったうまい寿司を食べてみたい。思わず本音が漏れてしまったという感じだった。俺は父のその言葉を聞いてドキッとする。安易な考えで寿司を作ろうとした自分を恥じたが、真剣に挑戦してみる価値はあるのかもしれない。そう思い直した俺は父の願いを叶えようと誓った。俺には見よう見まねの独学でうまい寿司を作れるような才能はない。どうせやるのならとことんその道を極めるために頑張ってみよう。そう決め込んだ俺は、子供の頃から通っていた寿司屋に頼み込んで弟子入りをした。特別な日に家族で行っていたあの店である。常連客である俺が弟子入りしたいと頼み込んできた時、大将は相当驚いていた。寿司職人になりたい理由を説明すると、大将は喜んで快諾。もともと父とは顔見知りで古い付き合いらしい。入院したことも伝えてあったので、ずっと心配してくれていた。親父さんのためにとびっきりの寿司を叩き込んでやるからな。厳しく行くけど覚悟しておけよ。はい、頑張ります。大将の迫力に飲み込まれないように俺は力強く返事した。どうせやるなら目指すは日本一の寿司職人。
俺の心はその目標に向けて燃え上がっていた。寿司屋での修行は想像していた以上に厳しく、何度も涙を流した。それでも諦めるという選択肢が頭をよぎったことは一度もない。一度決めたことは貫き通すというのは、父から教えてもらったことだ。料理に関して、弟子入りするまではほとんど母に任せっきりだった。おそらくだが、弟子の中でも特に手際も悪くて、使えない人間だったに違いない。そんな俺を大将は見捨てることなく指導してくれた。技術じゃなくて、お前の心意気が気に入ったんだ。ある日の営業終了後、俺にそんなことを言ってくれた。口は悪いが情に厚く、昔ながらの職人といった性格の大将。そんな大将の期待に応えたい俺は懸命に頑張った。ネタのさばき方からシャリの握り方、大将の持つ技術のすべてを叩き込んでもらう。朝早くから夜遅くまで睡眠時間を削りながらも懸命に頑張った。そうして数年後、厳しい修行を経て、俺は念願だった寿司屋を開店するに至った。スーパーに売っていた刺身で寿司を作っていた頃からしたら、考えられないことである。当初は、父が美味しいと言ってくれる寿司を作ることができれば、それでいいと思っていた。しかし、修行しているうちに、寿司作りの魅力に取りつかれてしまったようだ。自分の店を持ちたいなんて、修行を始めた頃には考えてもなかったのに。人生とは本当にわからないものだ。修行最終日、大将は涙を浮かべて俺を激励して見送ってくれた。この数年間、本当によく頑張ったな。大将のおかげです。本当にありがとうございました。俺にとって、大将は第二の父親のような存在だった。大将に教えてもらったことや期待を裏切りたくない。完成したばかりの店内を眺めながら、俺は決意を新たにした。店を本格的にオープンするのはまだ先の話だが、今日は特別にお客様を呼ぶ日である。第一号となるお客様は俺の家族だ。どうしても一番最初に食べてもらうのは父親が良かった。父はまだ入院中だが、病院側に一時退院を許可してもらうことに成功。今日は父と母だけで貸し切って、思う存分俺の握った寿司を食べてもらうつもりだ。まさか翔太がお店を開くなんて楽しみで仕方ない。俺が店を開くことを報告した時、病室のベッドの上で父は大変喜んでいた。普段は寡黙なタイプで、感情を表に出すことが少ない人なので、俺は驚く、そしてその何倍も嬉しくて仕方なかった。開店の準備をしながら、俺はワクワクが止まらない。父が喜ぶ顔を想像していると、店の扉が突然開いた。まだ開店の時間には早い。開かれた扉の前には、いかにも柄の悪そうな男が一人立っていた。その表情は怒りに満ちていて、今にも怒鳴り出しそうだ。あの、すいません、今日は貸し切りなんです。そう言うと、男は返事もせずに俺にずんずんと近づいてきた。おりゃあ、新た組の鉄ってもんだ。新た組、ヤクザですか？名前は聞いたことがある。かたぎの人間にも乱暴な振る舞いをするようで評判は良くない。しかし、そんな新た組の人間がこの店に、何のために俺の店に来たのだろうか。その謎は、鉄と名乗る男の次の言葉で分かった。誰に許可を取って店やってるんだ。ああ、そういうことか。この鉄という男は、いわゆるみかじめ料というやつを請求するつもりなのだ。俺が返事をせずに黙っていると、鉄は右手をパーにして俺に見せつける。みかじめ料として5000万用意しな。5000万？初対面の人間に対して
いきなり請求する額ではない。いや、そもそも初対面の人間にいきなりお金を請求すること自体おかしいのだが。金額に驚く俺を見て鉄はニヤニヤと笑った。お前が店を建てる前にうちに挨拶してたら500万で済んだんだぜ。そんな、礼儀知らずのお前に対する罰金みたいなもんよ。鉄は得意げに言った。無茶苦茶な理屈に俺は呆れてしまう。悪いことは言わないからそんなことをするのはやめた方がいい。はあ？てめえ、喧嘩ってんのか？鉄は怒鳴りながら店のテーブルを蹴りつけた。俺は思わず鉄を睨みつけるが全く気にしていない様子。話が通じる相手ではないことは明らかだった。もしも、みかじめ料を払えないっていうなら、この店を潰す。本気で言ってるんですか？まだオープンすらしてないのに、解体工事が始まっちまうぞ。鉄はそう言って、ゲラゲラと笑った。俺の立場からすれば、何一つ面白くない。この鉄という男、店を壊すぐらいのことは躊躇なくやりそうである。後先を考えない危険な雰囲気を放っていた。おそらくいくら言葉で説得しても無駄だろう。少しここで待っていてくれますか？あ、てめえ、そんなこと言って逃げるつもりか？逃げも隠れもしない、すぐ戻ります。俺はそう言って鉄を置いて店を出た。そして急いで自宅に戻り、置いてあった金庫を開く。そこから5000万を取り出して再び店へと戻った。俺がいない間に勝手なことをしているかと思っていたが、意外にも鉄はおとなしくしていたようである。俺が店に戻ってきた時、鉄は調理場などを興味深そうに見ていた。お待たせしました。あ、本当に戻ってきたのか？俺の姿を見て鉄は驚く。そのまま逃げると思っていたのだろう。俺はカバンに詰め込んだ5000万円を鉄に渡した。自分で要求しておきながら鉄は戸惑っている。まさか現金ですぐに用意してくるとは思わなかったのだろう。は？お前どうしてこんな金をすぐに用意できるんだ？趣味で投資をしてて、それで手に入れたお金です。お前、そんなに金があるなら店なんてやる必要ねえじゃねえか。この店は金儲けのために開いたわけじゃないので。鉄は俺の態度が気に入らなかったらしい。店の湯飲みを手に取ると壁に向かって投げつけた。大きな音を立てて湯飲みは砕け散る。てめえのその余裕な態度が気に入らねえ。鉄は完全に冷静さをなくしていた。テーブルをひっくり返し店内をめちゃくちゃにしようとする。ちょっとやめてください。俺は慌てて止めに入るが、鉄の勢いは止まらない。うるせえ、新た組の鉄をなめんじゃねえぞ。鉄が怒鳴った瞬間、店の扉が開いた。そこに立っていたのは父と母である。時計に目をやるといつの間にか開店時間となっていた。父は暴れていた鉄を見て何事かと驚く。寿司を食べに店にやってきたらヤクザが暴れ回っているのだから驚くのも無理はない。しかしすぐに冷静になり、父は鉄に向かって話しかけた。息子の店で何をやっている？はあ？誰だこの親父？ああ。鉄は父の顔を見ると一気に顔面蒼白となって固まった。あなたは鵜飼誠志郎さん？おう、俺のことを知ってるようだな。鉄の反応は俺からすれば想定内だった。父はかつてこの町一帯を仕切る組のトップ、つまりは組長をしていたのだ。家を空けることが多かったのは組長という立場と家族に危害が及ばないようにするためという父なりの配慮だった。現在は引退しているが、現役時代は
その界隈で名を馳せた人物である。ヤクザの中では温厚な方ではあるものの、やり手として有名で、その名を知らない者はいないという。父が組長であることを聞いたのはつい最近の話だ。最初は驚いたが、それでも父が好きな気持ちは変わらなかった。鉄は怯えて言葉が出ないようで、震えたまま固まっている。俺は代わりに事情を説明することにした。開店準備をしていたら、この男が突然やってきて、みかじめ料を請求してきたんだ。お、その筋のものか。翔太、ちなみにいくら請求された？5000万だよ。ずいぶん強気な金額を言ってくれるじゃねえか。父はそう言って、鉄をじろりと睨みつけた。鉄は恐怖のあまり、思わず下を向いて顔をそらす。お前のせいで店がめちゃくちゃだ。すいません。店を壊した慰謝料として、8000万円を請求する。8000万？鉄は何か反論しようとしたが、清志郎の迫力に負けて黙ってしまう。ついさっき、息子から受け取った金があるだろう。はい、5000万が。まずはそれで支払ってもらおう。鉄は観念して、俺が渡した5000万が入ったカバンを返してきた。残り3000万だな。そんな金額、払いません。お前個人に期待してない。組に連絡しろ。でも。いいからさっさとしろ。はい。父に凄まれた鉄は急いで組に電話をした。鉄が事情を説明すると、組の人間は20分もしないうちに店に到着。鉄の所属する新田組の組長が直々にやってきたようだ。組長は到着するなり、俺と父に土下座して謝罪。そして残りの3000万が入ったカバンを父に手渡すと、鉄に怒鳴りつけた。バカ野郎、お前みたいな奴は組に必要ない。今日限りで追放だ。え、そんな。後から聞いた話だが、この鉄という男、組の名前を利用して相当好き勝手やっていたようだ。今回のみかじめ料の件も完全に独断でやっていたらしい。とりあえずお引き取り願いますか？申し訳ありませんでした。失礼します。組長は鉄の首根っこをつかんで店を出て行った。ひとまず鉄がめちゃくちゃにした店内の掃除をすることに。ある程度片付けた後、両親に席についてもらう。さあ、何握りましょうか。一悶着あったものの、俺の寿司職人としての人生がスタートした。カンパチ、マグロ、ウニ、イクラ。俺が振る舞った寿司を父は美味しそうに頬張った。うまい。大将の味を超えたんじゃないのか。勘弁してくれよ。まだ足元にも及ばないよ。こんなうまい寿司は初めて食べた。そう言っている父の目には涙が浮かんでいるように見えた。俺の握った寿司を食べたいと言っていたことを覚えているだろうか。忘れていたとしても構わない。俺は父が満足するまで寿司を握り続けた。この日を境に、父は信じられないスピードで元気を取り戻す。奇跡的な回復を見せて、数週間後には無事に退院した。医者も驚いていたが、家族の絆が生んだ奇跡だと思っている。すっかり元気になった父は、週末には趣味のゴルフを満喫する日々。少し前まで入院していたとは思えない姿に周りも驚いていた。寿司パワーってやつだな。そう言ってガハハと笑う父を見て、俺はたまらなく嬉しくなった。どうかいつまでも元気で長生きしてほしい。そういえば、俺の店にみかじめ料を請求してきた鉄について話そう。店を本格的にオープンして数日後、公園のベンチに座る鉄を偶然見かけた。俺が話しかけると驚いていたが、組を追放されてから行き場もなく、
途方に暮れている様子。行くあてがないなら俺の店で働かないか。え？鉄が驚くのも無理はないが、こんな提案をしたのには理由があった。俺が自宅に5000万円を取りに行っている間、鉄は興味深そうに調理場を見ていたのを思い出したのだ。もしかしてこの男は料理に関心があるのではないかと睨んだのである。本当は料理が好きなんじゃないか。どうしてそれを。調理場を興味深そうに見ていたからな。ああ、そういうことか。鉄はそう言うと、自分のこれまでの人生について語り始めた。鉄はもともと料理人になる夢を持っていたらしい。しかし、貧乏な家庭のせいで叶わず、それがきっかけでぐれて新た組に入ることになったそうだ。もう一度夢を追ってみないか。本当に大丈夫なんですか。あんなことをした俺に。お前次第だ。ありがとうございます。一生懸命頑張ります。こうして鉄は俺の店で従業員として働くことになった。現在は接客や料理の基礎を学びながら真面目に頑張っている。みかじめ料を請求して店をめちゃくちゃに壊した人間を雇うだなんて甘いと言われるかもしれない。それでも結果的に鉄のおかげでだいぶ助かっている。人間、その気になれば何度だってやり直すことができるんだ。一生懸命頑張っている鉄を見て俺はしみじみと思った。日本一、いや世界一の寿司屋を目指して俺は今日も頑張る。